同士の卓球チャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。まさこちことまさこちです。ということで、今日はですね、まさこちが昔使ってたラケットで、打ってみたシリーズやっていきたいと思います。これはですね、バタフライの、チャンジカスーパー GLC でしたっけ。チャンジカのすげえ弾むラケットが発売された当初ですよ。発売された当初に、購入したものになります。なのでもう年間で言うと、5年も6年も前じゃないですか。チャンジカのこれトモキ滝やってなかったでしょ。やつ3年ぐらいしかやってないまだな。そのってことはこれがまだこっちの方がだから先輩ですからね。そんなやつだったっけ。やってなかったでしょ。この方が先輩ですね。ジュニアのラケットで、ラバーが小強っつって、日本の強氷じゃなくて中国の小の強氷で、小強のブルースポンジですね。これ選手がよく使うやつですよ。を仕入れて、貼ってあります。で、裏は、日本の、強氷ネオ3が貼ってあります。で、このラバー自体も言うたらだから、5年前とかですよ。だからそのかなりこれが出た当初に貼ったものなので、相当昔のわけで、ツルツル手ですね。これでマサコーチが大丈夫バックドライブできるのかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。はい、いろいろね。じゃあせっかくなんで小強の方でね、やっていきたいと思いますね。ここから、ど真ん中から出てくる。その引き球、この辺がいいですね。お願いします。うまいね。あ、ミドルグレート。この状態です。上で使って、カーンの5年前のラケットで。カーン、危ない危ない危ない。カーン、ソリ。グリッドズレブ。ストレートに、エグいチキータが打てるか。左右で上が、カモン。左右で、あ、引っ張った。Summer
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。